それでは座談会出席者の皆様は壇上へお願いいたします。座談会につきましては、山崎様へのご質問やインフラメンテナンスに関する山崎様から参加者への質問など、座談会に参加している皆様方に進行をお渡ししたいと思います。それでは参加者の皆様、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。ちょっと順々にですね、まず質問のやり取りをしながら進めていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。じゃあ早速ですがですね、まず私の方からですね、やりますかね、質問の方をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。先ほどですね、岩部長、私、あとね、本市の村上課長からですね、リニューアル工事を進めているということで、いろいろと取り組みの方をご紹介させていただきましたけども、率直なご感想をですね、お聞かせいただければなと思います。よろしくお願いします。はい。本当にこういう大規模リニューアル、っていうところにお話を聞く、また見させていただくっていうのはもう初めてでして、でやはり地域の人のことにすごく寄り添って計画を立てられているんだなっていうのをこう聞いて感じました。例えば騒音と、また匂いだったり、あるいは本当の先ほど今朝中国自動車道の方も視察させていただいたんですが、本当に環境が厳しい、もうすぐそばに、モノレールがある、また住人の方のマンションにお住まいがあって、そこで騒音を出さないでするってどれだけ大変なんだろうなとこう想像しながら体験してました。また橋の方もですね、私は神戸出身なので、もう明石海峡からで、6月はね、しまなみ海道も行こうかと思って橋を渡らせていただこうかと思っておりまして、なんかこう馴染みがある、こう私たちにとっては象徴的な橋、これも、老朽化、そうだよねって当たり前のことなんですけど、舗装をして守ってくれている、またどんどんこう補修の技術っていうのが進化しているっていうのに、はい、ちょっと驚かされました。と日々のご苦労がすごく分かりますし、本当に皆様がおっしゃっていたように、50年先100年先を本当に日々、なんて言うんでしょうか、補修で守ってくれているんだっていうのを実感しました。はい、改めて感謝の気持ちは、はい、込み上げます。ありがとうございます。実は先ほどちょっと騒音対策という話もさせていただいたんですけども、はい、正直言いますと、ああいう対策もしてるんですが、やっぱり騒音というのは必ず発生するということですね。で、できるだけ騒音が出る作業につきましては、夜間で行ったりとかですね、夜間で行えないようにしたりとかですね、夜間では静かな作業をやる、そういったことを、取り組みはしています。で、それとやはりそれでもやっぱり騒音の、ね、出ますので、それはその事前にやっぱり沿道の皆様にですね、ご説明をしましてですね、そして、なんとかでご理解いただくということでですね、今対応しているところでございます。すごい、本当皆さんも大変なご苦労があると思うんですけれども、ご苦労話などをここで伺ってもよろしいんでしょうか。私から本日ご紹介させていただきました中国道リニューアルのような集中的に、工事をするという場合には高速道路の通行止めの前、準備段階ですね、高速道路の通行止めを始めますと、皆さんの目に留まる機械も
多いのですが、実は橋の下、高架橋の下では準備が非常に、大変で、そこにあの現場事務所苦労してます。で、具体的にはやはりあれだけの都市部で重交通の区間、まあ、モノレール、鉄道、幹線道路というようなインフラがあの縦横無尽に張り巡らされているような環境、先ほど山崎さんからもあのお話ありました、民家もございます、騒音もあります、周辺環境に配慮した施工計画というようなところ、それから、まあ、できるだけ時間も短くという時間短縮のための施工計画、これもちろんなんですが、現場ではあの事前に沿線の、まあ、住民の皆様、それから沿線にあるあの企業、営業されている企業の皆様にあの職員があの事前に説明に回りまして、であのご理解と、それからなんとかご共感いただけるように取り組んでいる。で、あのまた他のインフラの管理者の皆様との入念な事前の調整、これも相当な数をこなさざるを得ないというようなところもあります。で、もちろん今日ご紹介しました迂回のためには料金調整等も今回しております。で、そのためには料金に関わる人、それから広報、これを一般にお知らせするための十分な広報に関わる人、いろんな現場で働く人、それからそれを支える人、いろんな人が、まあ、力を合わせて総力を結集して、リニューアルプロジェクトを進めているというようなところで、まあ、苦労といいますか、現場では見えないところでも、頑張っておりますというところでございます。なんかの大規模なリニューアルで、こう2000人という本当にたくさんの人たちがこう日夜こう結集してされるというお話も聞きましたが、もうそうこう取りまとめるといいますか、皆さんのこう意識を高めるっていう、何か最初に栄養的なことをされたりもされるんでしょうか。まあ、取りまとめるといいますか、まあ、現場の方ですね、すごい作業員も多いということですね。まあ、日常の維持管理の中ではですね、まあ、日夜作業員の方が、まあ、従事していただいていますけども、まあ、特に危険な現場といいますかですね、夜間作業もありますし、もう高速道路上の規制工事もあります。で、まあ、交渉作業ですね、先ほど言いました、お話もありましたが、足場の中での作業とかですね、ああいうのもすごい狭い中での作業というのがありますし、まあ、そういう意味ではですね、作業の方々にですね、これも安全に対する取り組みというのをですね、本当に重視して、まあ、行っているということなんですけども、例えばですね、特に規制なんかで言いますと、規制作業の訓練とかですね、作業員の方も一緒に入ってやってもらったりとか、あるいは安全講習会みたいなことをやってまして、まあ、そこで座学的なことで、まあ、知識とかですね、意識というのを高めてもらう、そんな取り組みを行っておりますというところですね。もちろん先ほどありましたが、作業手順の方をしっかりとですね確認し合うとかですね、それとか施工受注者さん皆さん集まっていただいてですね、この安全パトロールというのをやってまして、あるいは他の現場のですね、その安全に対する取り組みとか、そういったものをそれぞれを見てですね、いいところ悪いところを見ながらですね、でその安全に対する意識というのを高めてもらう、現場に持ち帰って自分のところで実践してもらうと、そんなことをしながらですね、そういう安全に対する取り組みを特に重要してやっております。はい、ありがとうございます。はい、続きまして、はい、私の方からは中国道リニューアルのような集中的な工事、今回39日間1回の通行止めの中で約2万人延べ、橋梁の架け替え作業だけ、作業に従事する方だけで約2万人の方が現場に入られます。で、非常に集中的に入りますので、多工種、それから大人数というような
方が入られます。で、中でもやはり安全っていうところが非常に大切だと思ってます。安全の取り組みが非常に大切だと思っております。で、やはり繰り返し繰り返し、実際に作業に入る前、一月前からとか数回にわたって、繰り返し、現場での安全遵守事項ですとか、現場への侵入方法ですとか、現場内の走行の方法ですとか、そういったことを繰り返し、皆さんとやっております。で、そういった中で、今回中国道の取り組みにおきましては、伊丹空港の近くに土地が借りれましたので、発進基地ということで、進入する全車両が一旦そこに集まって、まあ、相当な車両の数になるんですが、進入の方法ですとか、そういった安全遵守事項を再度進入前に再周知といいますか、再確認しましてから入っていくと。で、個人的にもう一つ、挨拶、それから声かけっていうようなのが非常に大切だと思ってます。で、作業に没頭しますとどうしても視野が狭くなりますので、そうすると、危険な作業が見えなくなってしまったりする。たとえ、他の会社の下請けの他の会社の方でも気がついたら、気軽に注意できるというか、声がかけられるような、そういう声のかけやすい現場っていうところが大切だということで、常々思っている次第です。なかなか難しいですが、モード作りまでされていらっしゃるんですね。村上さんはいかがですか？私の方はですね、特に会場での工事ということでして、普通受注者の皆さんというのはプロフェッショナルが育っておられるんですけど、弊社特有の海の上で、あるいは特に高いところということで、我々が知っている経験していることっていうことを一緒にですね、共有させていただきながら、自主者の皆さんと相談をしながら工事を進めるということを留意していることが一つで、もう一つはですね、先ほど私のプレゼンで最後の資料が、そのミーティング作業員の皆さんとミーティングの写真ですが、写真の時ではないんですけど、こういう自主者の皆さん含め準備はしっかりできてます。あとは皆さんがゆっくり慌てず安全第一で作業をしてくださいということでですね、皆さんでこう、なんですか、人間関係ではないですけど、一体感を調整していくということを注意しています。はい、ありがとうございます。ちょっと、私、現場に伺うと、本当に皆さん、暑いとか辛いとかっていう声を一切聞いたことがないんですね。本当、それが素晴らしいことだなと思いまして。私なんかもう寒い時、皆さん本当夜間とか大変な、私たち寝てる間に大変な作業をされているんですけども、そんな環境でもこう、なんて言うんでしょう、培われていくこう技術とか精神とか、それっていうのはやっぱりこう蓄積していくもの、なんかこう先輩方の背中を見てそれをこう実感していくのか、あるいは補修だったり建物を作るで、そういう経験が自分たちのこう誇りになっていくのか、なんかそんなところもちょっと聞きたいなと思いました。いかがでしょうか？すいません。そうですね、作業の方はですね、非常に辛い、現場ということで、特にメンテナンスの現場っていうのは、本当に先ほど言われたように中の仕事も多いですし、その中ですね、本当モチベーションを持って仕事をするということが、非常に難しい状況ではあるなと思っています。本当に今ですね、先ほど宮本さんが発信させていただきましたように、ああいう、こう土木の魅力とかですね、そういったことをですね、伝えることって本当に大事だなと思います。多分その現場で、今現場作業員の方はですね、本当に真面目に寒い中とか暑い中ですね、夜でも非常に
例えば何かが起こった時もすぐにこう出動しなければいけないと思いやな顔せずちゃんとしっかりと対応してくれてるんですけども、まあ、ただやっぱりそういうなかなかそう、まあ、やっていただけてるところのその魅力というかですね、まあ、そういうようなことはですね、他の方にも伝えていってこうモチベーション上がるような、なんか そんな取り組みというのは必要かなというふうに思います。ありがとうございます。私の方も今日もあの動画でも少しご紹介させていただいたんですが、やはりあの技術、近年のこの技術ですとか、あの情報通信の技術ですとか、あのコンピューターの制御の技術ですとか、そういったものは確かにあの目覚ましい発展があります。ただあのそういったところで今日 あの映像にもございましたが、最後蒸気を使って見てるようなところとか、やっぱりその機械力を使ってやっていくっていうのは、人の力、技術力の力っていうところがあろうかと思います。ただこれ、なかなか、一日にしてなるようなものではないというふうに思っております。やはり経験を積んで、という、まあ、なんと言いますか、訓練期間が相当に必要なところじゃないのかなと。今日実は午前中に、山崎さんと現場を見せていただきまして、1000トン釣りの大きなクレーンを据えて一括仮設をする現場どうも見ていただいたんですが、そのやはり相当大きなクレーンですので、それに乗るオペっていうのはやはり専属のオペレーターです。他の人には乗らせないで、その人はやはりちっちゃなクレーンから順番に乗って、やはり集大成なのかなと。ああいった大きなクレーンが使えるようになるっていうのは、そうやって徐々にやはり自信をつけながら訓練を積んでいくっていうことじゃなかろうかというふうに思ってます。はい、私の方一人ありがとうございます。マットブックの現場ですね、山崎さん の写真集の方にも書いておられているお話の中にもあったかもわからないんですが、こう職長さん的な方が必ずいらっしゃってですね、チームでやっておられると。でその方が、指示をしながら、その若い人たちがその指示を聞きながらということをだん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 これでですね、そのことが必要がだん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 入れ替わっていってですね、進歩していって、力がついていってというようなことが日々行われているというのが、いつも現場を見ていることを感じているところです。はい、ありがとうございます。はい、中野こう質問をちょっと突発的にさせていただいたんですけども、これらの経験を経てこうちょっと繰り返しになるのかもしれないんですが、実際に現場で働く人をこう取りまとめるためにこうすごく一番大事にしていること、ちょっと繰り返しになりますけど、お聞かせいただけたらと思います。はい、すみません、繰り返しになると思います。先ほど言いました、安全に対する取り組みというところが、一番、ね、はい、思っているということですかね。はい、であとですね、その安全の対策という観点で言いますとですね、そういう教育とか知識を得られるということだけではなくて、例えば現場できることとしてですね、先ほど言いました規制工事なんかですと非常に危険だと思うの、先ほども山瀬さんがありましたように、非常に高速で走っている車の横でですね、規制作業をやるというのすごく怖い作業で、ね、実は過去にはですね、そういう規制帯の中に車が突っ込んできてですね、作業員の方がちょっとお亡くなりになったというような事故も発生しておりまして、できるだけそういうことがないようなちょっと現場にしたいということで、今例えばですね、ちょっと高型の照明装置を用いまして、夜間なんですけども、規制の手前でこう矢印をですね、こう映し出すような、そんな装置をですね、今ちょっと開発します。できるだけその規制の手前で、
一般の方、走行される方にですね、気づいていただくというような、例えばそんな装置を開発したりとかですね、あるいはその規制帯に突っ込み、もし車が突っ込んできた時に即座に認知してですね、それを作業員の方に気づかせる、例えば振動とかですね、あるいは音とかですね、もうそういったことで気づかせるような装置とかですね、これ田瀬さんも開発されてるんですけども、そういうようなことをですね、お伺いしながらちょっと、そういう現場をどれだけ安全な現場にするという取り組みっていうのを今ちょっとやっているということです。そうなんです。ありがとうございます。初めて知ることも多いです。やっぱり現場でをいかに取りまとめていくかっていうことに関しては、私はコミュニケーションしかないんじゃなかろうかと思ってます。私ども発注者の立場、それから受注者、作業をしていただいている下請けの方、それからガードマンさん、いろんな方とのコミュニケーション、同じ目的に向かってやってるので、人の部分にも少し関心を持って、ラップしろがないといけないんじゃないかな。相手の作業を思いばからないと、どうしてもミシン目で縦ミシン目だけを入れていくと効率化にはなるかもしれませんが、そうするとどうしてもその狭間というか境目ができるような気がしますので、やはりいかに取りまとめていくかっていうと漠然とした話になってしまいますが、コミュニケーションで、先ほども申し上げましたが、やはり私は個人的には声かけ、挨拶、現場に行った時にはもう開口一番挨拶と、現場から出ていく時はありがとうっていう、そういったところを大事にしたいなと常々思っております。はい、私も撮影に伺うと自然の姿を撮りたいということもあって、そーっと行く時もありますし、やはりお世話になりますっていう一つことお声掛けをさせていただいて入るんですけれども、はい、そういう時に皆さん、あ、来たのって恥ずかしがる姿だったり、あるいは、いや、よし、僕捉えるのってこう気合を入れてくださる方だったり、なんか本当その、本当のちょっと数秒なんですけど、あ、心通いたなんて思える瞬間があるので、本当に挨拶、コミュニケーションってすごく大事だなって、なんかそういうことができる現場ってすごく気持ちがいいなって、はい、思います。今日見ていただいた現場はいかがでしたでしょうか。はい、もう皆さん本当に大きな声で、はい、挨拶を交わしされていて、その瞬間ちょっと写真撮られましたんですけど、ありがとうございます。ありがとうございます。では申し訳ありませんが、話題が尽きないところですが、予定のお時間となりました。大変活発な意見交換ありがとうございました。最後に高速道路会社の方から山崎様へ本日のお礼を含めて一言お願いいたします。すいません、私の方からです。本当に今日はですね、貴重なご意見ですね、ご講演の方をいただきまして本当にありがとうございました。ありがとうございます。はい、私もですね、これからまた100年先の安全安心を保つためにですね、リニアル工事というのを進めていきたいと思っていますし、その必要性といいますか、リニア工事の必要性というのを、それも PR していきたいというふうに思っております。なんとぞ、ね、これからもですね、山崎様にはですね、その取り組みについてですね、お力添えをいただければというふうに思いますので、どうぞよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いいたします。それでは今のお願いを含めて山崎様に締めのお言葉をいただければと思います。はい、なんか一瞬も頭が真っ白になってしまいましたが、そうですね、本当にこう人の力と人の技術っていうのがこれだけ私たちの暮らしを守ってる、暮らしだけじゃなくてもうこの日本の国土を守ってくれているんだっていう、こうすごく思います。で、皆さんがいなくてはならない、そうでなければ私たち車も乗れない、歩けない、または食料などもやはり、ね、車で運んでくださる人がある。でもその人たちが通る
こうなんていうか道がなければまた私たちの暮らしにこう影響が出てくる、なんかそんなことをすごくこう感じて、で現場に伺うと本当に皆さんの誇りだったり使命感、それもすごく魅了されて引っ張られていくので、あのぜひあのもう機会があればあの現場にもお邪魔させていただき、なんかこう人の魅力っていうのをあの本当にまあ写真を見てわーかっこいいねとか、こういう仕事をこう携わってみたいって、実際に本当にその声があるので、と皆さんの仕事って素晴らしいお仕事であって、で現場にいる人たちの姿勢っていうのは感動させられるんだなって思うので、まあ、それをまあ微力ながら伝えていけたらと思っておりますので、これからもご指導のほどよろしくお願いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。山崎様ありがとうございました。皆様改めまして、本日座談会に参加していただき誠にありがとうございます。ご登壇いただいた方々に盛大な拍手をお願いいたします。それではこれをもちまして本日のプログラムは終了いたします。皆様本日は最後までご参加いただき誠にありがとうございました。出口の混雑を